猛吹雪だ。どうか重くする場所を見つけて中に入らなくては。イリスとオルギエルとの婚姻契約か。ビールのジョッキだが中身はウォッカだった。タバコを吸い始めたのはこの時か。まだだ、記憶はまだ不完全だ。あいつはこうして長い冬の夜を過ごしたわけか。またこの合意によりイリスは叱るべき敬意を与えられ、夫は彼女の助言と要求を聞き入れることとし、さらに要点に入れよ父さん、我慢の限界だ。喜んでイリスの請求をもってこの婚姻を無効とする。死が二人を分かつまでそばにいると誓ったよな。誓いは守った。私が愛したオルギエルドはもういない。一旦誓いを立てたらそう簡単には破れない。本当だ、ここにいるんだ、永遠にな。いいか、我々に命令するな。お前はおい、この死骸を運び出して獣に食わせろ。それからコン・エベレックは人間であることをやめた。それでも彼はイリス様を愛していた。いいえ、イリス様を愛するべきだと覚えていただけ。上の階に行こう。覚えてる、ここで3人で一緒に多くの時を過ごした。無言でな。席に着きましょう、当時と同じように。あとは任せる。大皿か。大きな陶器のボール、小さいボール、スープ用か。完璧にあったな。俺はお前のだろ。これでよし。実際にこのボールから食べたのか。とんでもない、言ったでしょ、動物ではないと。それでも構わずに世話人は準備した、言われた通りに。また化け物？やめてと頼んだじゃない。すでにあの2匹でも多すぎるのよ。犬と猫は君の相手をする。こいつは君を守り家の手入れをする。どんなことがあろうとも。以前はあなたの頭の中で何が起きているのかを知りたかった。きっと力になれると思ってた。今はあなたが何を考え何を感じようがどうでもいい。俺は何も感じない。私もあなたが憎いのかどうかわからなくなったわ。オルギエルド、消えて。
オルゲールドは我々が彼の代わりにはなり得ないと気づかなかった。今ではその亡霊がイリス様のあらゆる記憶に影を落としている。私たちの旅は間もなく終わる。そこに何がある？イリス・フォン・エベレックの最大の恐怖よ。最愛の妻へイリスに宛てた手紙か。剣と同じくらい言葉も扱えたなら虚無の心をつかまれるようになる。お礼の思いが変わったことは知っている。君を傷つけるのは何だ。君の未来に幸あれ。オルギエルド。あの人じゃない。待て、話をしたい。ここは嫌、この場所は嫌。ごめんなさい、人違いをしたの。オルギエルド、帰ってきたと思った。私のもと。君は何だ、幽霊か幻か。悲しみよ。以前会ったが、その時は本来の君ではなかった。次に君の記憶の中でまた会った。会った？思い出せない。悪い夢を見たの。分かるのはそれだけ。君がもらったスミレ色のバラを取りに来た。私たちが最後にお互いを見た日ね。乾燥させて寝室に飾ったの、私のベッドの脇に。そこで何日も見つめてた、粉々になるまで。
すぐ後に私もそうなったように。ではバラはもうないのか。この世界では消えていない。見て、あなたが埋葬してくれて花は再び開いた。そして私は深い眠りにとらわれていた。ようやく目覚めたの。美しいバラと同じように。あなたがお墓に絵を備えてくれた時、結婚した日を思い出したわ。ねえ、オルゲールドはどう？元気？うまくやってる？ご主人には強大な敵がいる。ゴウンター王殿、心当たりは？初めて聞いた日が呪わしい。何者だ？なぜ君たちの人生に関わった？私のせいよ。オルゲールドは私のために鏡の男を呼び出したの。そして私のせいで彼は富と私たちの不死も願った。オルゲールドはオーディムに勝つ。そうよね。夫はどうしてるの？オルギエルドはより強烈な感覚を求め続け、運命に逆らっている。心の底では不幸だからだ。彼の心は石のように冷たい。変わってないのね。それとオルギエルドは私のことを話した？なんて言ってた？特には。だが君について聞かなかったからだ。俺はバラの回収に派遣された。バラ？あれは彼がくれた最後の贈り物なのよ。察するに、バラは君にとって何よりも大切なものなんだろう。ほとんど覚えてないの。でも、バラのことを考えると記憶が蘇り始める。周りの世界が現実に変わる。そして私は目を見開いて物事を認識する。自分が誰なのか、誰だったのかを思い出す。友人がこういう事例を話していた。君をバラに縛りつけているのは強い感情。我々ウィッチャーがくさびと呼ぶ感情かもしれない。それが君をこの世界に引き止める。標本箱に刺された虫みたいに？ひどいわ。正直に言おう。俺がバラを奪えば君は消滅するかもしれない。君が周囲に築き上げた世界と一緒に。そうしたらどうなるの？苦しみや悲しみから解放される。その先には恐怖が待っているの。わからない。これ以上苦しみたくない。でも怖いのは寒さと闇が続くこと。完全に何もなくなるまで。バラは持っていけない。そのために来たのではないの？イリスを忘却に追いやることはできない。まだ思考と感情がある。危険が及ぶのは侵入者だけだ。彼女の世界を見ろ。永久に辛い過去を追体験する運命にある。バラを奪え。慈悲をかけてやれ。どうすればいい？君はどうしてほしい？どうしたいのかわからない。とてもとても怖いの。お前たちは俺にバラを奪わせたくて説得しようとする。なぜだ？
我々はイリス・フォン・エベルックとお前を救いたい。思いやりのある悪魔か。騙されんぞ。所詮は悪魔だろう。お前たちはイリスの人生の最後まで使えるはずだった。死をもって終わりとはならず、彼女の苦悩の世界にとどまり続けるよう言い渡された。自分では契約を破れない。だから俺にやらせる必要がある。俺がバラを持ち去ればイリスは消滅し、お前たちもまた自由になる。その通り。でもそれを望むのは間違い。目的は純粋よ。我々はこの長く続きすぎている芝居の端役に過ぎない。主人を助けることはできず、もう彼女の運命に心が動くこともない。舞台を降りることを望んで一体何が悪いの？バラが必要だ。俺にくれるか？とても脆いのよ。見て、花びらの縁が真っ赤になってる。もらったその日にそうだったように。一つ足りないのは、バラを手に取った時に葉から滑り落ちた一滴の雫。あれは血だったのかしら。トゲが指に刺さったせいで思い出せないわ。オルギエルドからの手紙は読まなかったの。その必要はなかった。彼が残した花を取っておく必要もない。結論を出したわ。バラはあなたにあげる。私たちの務めはこれまで。解放してくれてありがとう。行く前に助言がある。鏡の男と呼ばれる者に気をつけろ。そいつの邪魔をすれば死よりひどい結末を迎えるだろう。割れることのない鏡に活路を見出せ。割れることのない鏡。さようなら。忘れないよ、イリス・フォン・エベレック。それはもういいの。さようなら。